スノーマン・メグロレン、再び、厚底をネタに巻き込まれる前田おしろうが、見て、厚底とアピール。映画、私の幸せな結婚、3月17日公開の完成披露試写会が1日、都内で行われ、上映前の舞台挨拶に主演のメグロレン、スノーマンが登壇した。同作は、日本最大級の小説投稿サイト、小説家になろう、初の、 小説とコミックのシリーズ累計発行部数が550万部を突破した人気作で、心を閉ざしたエリート軍人とヒューンの女性の運命のラブストーリー。主人公駆動聖霞済み、駆動木よを演じるのはメグロレン、スノーマンで、本作が初の単独主演。ヒロイン最新ミヨサイ森ミヨは、まだミヨが演じる。この日のイベントにはメグロ、田渡辺圭介、大西流星、何は男子、前田大志郎、 高石明里、塚原愛子監督が登壇した。自身が演じる役どころについて目黒は、見た目の美しさや格好良さがあって、自分にできるのか不安な気持ちがあったととろ。それでも、いろんなスタッフさんに助けられた、と周囲に感謝し、好きな人を生活みなりに守っていく姿や気持ちに共感しました、と役作りに挑んだ心境を明かした。